どうもナオチンです。さあ今日もポケモンレジェンズアルセウスやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタイトルにある通りレベル上げやっていきます。レベル上げの方法はいくつかあると思うんですけども、俺が思いつくのは3つかな。まずキングと戦う、それで飴をもらってレベル上げができますよね。そしてもう一つ、親分を倒して経験値を稼ぐ。これね、飴をもらえてさらにアイテムも手に入るのでなかなかいいですね。そして最後、訓練場で戦う。これはアイテムなんかはもらえないけども経験値がもらえて美味しい場所になります。さあ今日やる場所ですけども、訓練場です。訓練場がめちゃくちゃ簡単でレベル上げまくれるのでおすすめですね。では訓練場行ってみます。到着です。ここが訓練場ですね。村の端っこのところに訓練場があります。まあ、知らない人はここ行ってみてください。ポケモンバトルで経験値をもらうことができます。ロボリに話をして、いろんな人とねマッチングしてくれるんですよ。で、強い人弱い人がいて、強い人ほどもらえる経験値が多いです。まあ一番もらえて6000ぐらいかな。うん、1回の戦闘で6000ぐらい経験値がもらえてかなり美味しいところになっております。で、一つ必要なものがあります。これ重要です。連射コントローラーを準備してください。これね、連射コントローラーがないとできない裏技なんですよね。で、連射コントローラー持ってないよっていう人はメルカリとか見てもらえば1000円ぐらいで売ってるので、まあこの機に買ってもいいんではないでしょうか。まあポケモン以外でも、まあ他のゲームでいろいろとお得な裏技なんかもね、連射コントローラーあるとできるようになるので、一つは持っておくのがおすすめです。ちなみに海外製はやめましょう。日本製が間違いないです。作りがねボロいので、やっぱ日本製の方が長持ちします。俺もう5個ぐらい壊してるので何がいいのかっていうのが大体わかります。日本の彫り製が間違いないです。あれ頑丈です。まあ話がちょっと脱線しちゃいましたけども、ここでね連射コントローラーを使って無限レベル上げをやっていきます。もうわかりましたよね。こののぼりに話しかけて、滝、もうとにかく一番最初のやつが出てくるところで連射オンです。のぼりの前で A ボタンを連射ですね。もう常に連射を、できる設定のコントローラーだったらいいんですけども、まあ自分で押しとかなきゃいけないコントローラーもあります。そういう時は A ボタンに爪楊枝かなんかを刺しといてください。まあ爪楊枝でもいいしガムテープとかそういうので、固定してください。まあ、とにかくのぼりの目の前で A ボタンを連打です。で、そうすると勝手に倒してくれます。1回の戦闘がまあ話とか全部含めて1分ちょっとで終わるかな。ほんとすぐ終わります。でも経験値は、1回の戦闘で1400、500です。1400、少ないよって思うかもしれないですけども、これね放置でできるっていうのがでかいんですよね。寝てる間にこれかけとけば朝になったらすごいことになってます。まだ俺もね数時間しかやってないんだけども、おそらくまあ寝る時間にもよるね、寝る時間にもよるけども、一晩でレベル70から100までは上がると思います。70のキャラがね、うん、レベル1ぐらいからスタートすると多分80ぐらいまで上がるかな。それぐらい簡単にレベルを上げることができます。あ、今ね俺コントローラー触ってません。もう A ボタン連打のまんまです。で、 A ボタンを連打すると勝手に、ずっと戦ってくれるので、もう何もすることなくレベル上げができます。まあ、全キャラクターに対応できる技を一番上のところに、セットしておいてください。まあ、俺のおすすめはドラゴン技かな。ドラゴン技を上に置いてれば勝手に倒してくれるので、
これはこうやってやってます。レベル70ぐらいのキャラだったらもうほぼほぼワンパンツーパンで倒せていけると思うのでやってみてください。まあ連射コントローラーは必須ですけどもめちゃくちゃ簡単です。もういっぱいのキャラクターをレベル100にすることができます。はい、決着ですね。今ちょっとキャラクター全員100なんで入る経験値は分かんないと思うんですけども、だいたい1500ぐらいですね、1回でもらうことができます。それでは無限レベルアップのおさらいをやっていきます。まず連射コントローラーを準備してください。そしてキャラクターの一番強いやつを1体、まあ一番強くなくてもいいけども用意してください。この上りの一番上の敵、名前なんだっけ、滝だ、滝が出す3体のポケモンに有効打を与えることができるやつを、1体準備します。他の5体はもうレベルが低いやつ、まあ、自分がレベルを上げたいキャラクターを入れて大丈夫です。もう1体だけで戦うので、そいつだけ強くしてください。で、技だね、技の一番上のラン、ここ今俺大地の力が入ってるんだけども、ここに有効打を与えれるやつをセットします。 A 連打をすると一番上の技を選びますので、それに有効打が与えれるやつを選んでおいてください。そして上りの前で、A 連打ですね、 A を連打して放置、これだけです。そうするとまあ 7,8 時間あればすぐにレベル100になると思うので、やってみてください。めちゃくちゃ簡単です。もうレベルがね、上がってると全然快適になるのでおすすめです。本当にこれね、やり込みが多すぎて、もうポケモンも揃えなきゃいけないでしょ？で、さらには、団員ランクを10までしなきゃいけない。この2つがかなり時間がかかるので、まあレベル上げは寝てる間、また仕事、学校に行ってる間にやっておきましょう。すごく楽です。はい、ということで今日は裏技無限レベル上げやってみました。連射コントローラーは必要になるんですけども、他のゲームでも連射コントローラーほんと使います。めちゃくちゃ便利なので、一つ用意してみてはいかがでしょうか。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。